ヤバイ党非公認に政党助成金か。共産党の機関紙新聞赤旗は23日自民党が派閥の政治資金問題で非公認とした候補の党支部に政党助成金2000万円を振り込んでいたと報じた。党勢拡大のための活動費として衆院選27日投開票の公示直後に振り込まれていたと指摘した。青木和彦官房副長官は同日の記者会見で、自民党の政治活動に関することであり、政府としてコメントすることは差し控えると述べるにとどめた。自民党は9日、政治資金収支報告書の不記載があった議員のうち2人を公認しないと発表していた。ここからはネット民の反応です。あなたはどう思いますか？どこまでもクズの集まり、それが自由民主党、諸悪の根源。非公認って無所属ってことじゃないの？何が差し控えるだよ、馬鹿石破政権も選挙ももうダメだなこりゃ。図星でした裏金議員を血税で救済。これこそ本当の裏金だ。今回は自民党に投票しないことにした。これ、マジで政権交代あるんじゃね？こんなガセ許されない。裏金非公認に裏公認2000万もう石破も新次郎も終わったな。裏公認じゃん、自民党腐ってるな。石破さんを押した吉永馬鹿すぎる。増税政党どこ？やるやん赤旗、もしかして共産党って優秀なのか。早速自分で作ったルール破ってんじゃねえよ。これはネトウヨ赤旗だから、フェイク？全てにおいて中途半端ではろた。早くも来たね、支持率 20% 台、さすがに統一教会のパシリのパシリのパシリでしかない。ネトウヨ程度に騙されるのは一部の脳血管品だけ。そりゃ官房長官は選挙資金関係ないからな。官房長官は自民単独過半数微妙、自公で過半数の勢い矢印、あっという間に自公で過半数微妙になったからなら工夫が強まっている。相当な焦りがあるんだろうな。な、自民党だろ。もらうもんもらっといて、あんなに石破叩いてるんですか、安倍派の皆さん。ルールを守る、わら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 。これ否定できなきゃ石破も終わりだろ。差し控えなくていいのなら、政府として共産党の不正とかもガンガン発表していくけどいいのかな。中国共産党とのつながりとか。誰も困らんしいいぞ。中国とのつながりを追求したら自爆するだろ。あら、中国共産党は日本の政党の中で日本共産党を一番敵視してるのに。わら、共産党も共産主義を捨ててくれれば支持できるんだがな。